してですね、なんとここまで覚えればとりあえず点数計算 OK です。え、もういいんですか？はい、まずはここまでを完璧にしましょう。ただしここまで完璧にしたあなた、もちろんこれで終わりではありません。ちょっと無視してましたよね最初。やだやだ、いくつかプだけはやだ、プだけはやだプはで大丈夫、安心してください、まだ大丈夫です。よかった。その3でね、はい、ピンフとチートイツ無視してましたね。じゃあ次行きましょう。ピンフとチートイツ、じゃあまず説明しましょう。ピンフの方が紛らわしいです、チートイツの方が分かりやすいです。しかしピンフの方がよく出てきます。なのでピンフの方が大事なので、まずピンフの話しましょう。はい、だから大前提としてピンフは泣いたらつきません。なのでピンフは泣いてない時のみとなります。これはちょっと朗報ですね。そう考えるとなんか楽になりました。そう、覚えることだいぶ減りましたね一気に。うん、ってことはチートイツも泣いたらないもんね。賢いねるちゃん、そうです。そうなんだ、じゃあなんか2つともそんなに嫌いじゃなくなってきた。そう、ピンフとチートイツは例外なんだけど2つとも泣いたらできないので、でこれ何がね紛らわしいかというと、基本を知らない上でピンフチートイツ入れたことによって紛らわしくなるんで、今皆さん基本を覚えましたね、しっかりあの基本の9個の表を覚えたので、いきましょう。じゃあ、はい、ピンフを含むロン上がりの場合、イーハン1000点、リャンハン2000点、サンハン3900点、ヨンハン満眼。知ってるこれ。はい、そうです、これ泣いた場合とね実は全く一緒なんですよ。これね覚え方としては、ロンだと泣いてないけど泣いた扱いされちゃうと覚えたら簡単ですね。なんか思ってたんだよな、ピンフって難しいのに、うん、なんで嫌がらせで安くされるんだろうって。これはでもしかも麻雀ルールがピンフは安くなっちゃうというルールでやってるんですよ。だからもうピンフは例外と思ってください。でピンフでローンした場合は泣いてないけど泣いた扱いされちゃうんですと。なるほど、それだけ。ピンフくんはねロンの時は超簡単なのよ。だからだって1000、2000、3級ってさっき覚えたでしょ。チョキと一緒だもんね。なんか泣いた時とピンフは1000、2000、3級一緒なんだ。簡単、超覚えやすいですね。じゃあピンフが何が難しいか、うん、次ピンフを含むツモ上がりの場合、イーハンなし、ピンフとツモでね確実にリャンハンあるので、あそっか、リャンハン1500点、400、700、サンハン2700点、700、1300、出た、ヨンハン5200点、1300、2600、出た出た、このカットイン出ないやつ、ゴハン満眼で跳ね間以上一緒。はい、 OK、言いたいことは分かります。なんで突然難しくなった、うん、そう思うことでしょう。はい、これは一応理屈を言うと、先ほどね一緒でピンフは簡単だからなんかちょっと普通より安くなっちゃうんですね。でこれがちょっと安くなったね、さっきまでねリャンハンのツモは2000点もらえてたじゃない、サンハンのツモは4000点もらえてたじゃない、ヨンハンのツモは漫画もらえてた、これがちょっとずつ安くなってる。これはピンフ簡単だからちょっと普通の時より安くなっちゃう。だからもうピンフはいじめられてるんですよ。もうローンした時も安くなれば積もった時も安くなると。ひどい。ただなんだこの数字はと、1500、2700、5200、ふざけるなってなるじゃないですか。本当だよ。ただこれね、さっきの50点棒がないから割り切れないんですよ。これ1300も2600も。だからちょっとずつ切り上げることによってちょっとずつ高くなってるんですよ。最初言ってた1000点の時に、はい、300、500だって言ってたじゃん、うんうん、これは250、250、500にできないからちょっと切り上げちゃいました、テヘペロみたいな。これも一緒で、本来ねリャンハの時は1300点なんだけど、1300点が50点もないと割り切れないんですよ相変わらず。なんかうまい具合にずらすことによってこの400と700もらって1500点になるということになったんですね。あーなるほど、うん、でこれも一緒で2600点が割り切れないんですよ。だから700と1300にすることによって2700点になったとで5200点はね割り切れるんですよ、朗報、やっと割り切れた1300と2600もらえばきっちり5200点なんで、これはもう覚えてください。まあ、これはね無理、覚えるしかない一応僕の語呂合わせいきますね。47、7等さん、
七父さん。1326。1326。こんな感じでみんな呼んでます。一応皆さんにいいこと一個言っとくと、リャンハンの1500点の時ってピンフツボの場合なんですよ。ピンフはもう大体リーチするんですよ。だからあんまりね、400、700出てこない。リーチツボピンフスタートみたいなイメージね。でこれ5班以上はもう満貫、6班ハネマンで、そこは一緒なんで、だからもうこの4773123126、これだけ頼んだ。ここは気合い、もう気合い、しょうがない。ママ父さん1326覚えるのをね、もうとにかく極限まで減らした講座なんで、これは、うん、やっぱりね、何かは覚えなきゃいけないんですよ、どうしても。そうか、うん、わがまま言ってもダメだね。もうそう、このピンフのせいでね、鬱陶しいんだけど、まあ一応覚えれない人に一個言っときましょう。ピンフはちょっと普通の手より安くなる、うん、これ覚えとけば、まあなんとなく雰囲気でいきます。じゃあ次いきますね。チートイツ出たわね。そして最後に問題児のチートイツくんです。はい、この子も免税限定なので泣いた時は関係ありません。1600、3200、6400、あまり聞き慣れない数字ですけど、よく左と右見比べてもらうと一緒なんですよ。本当だ。だからね、これ覚えるとこの3つだけなんで簡単で、いい班はねなし、もうチートイツリャン班なんで、でツボの場合はツボチートイツで3つ絶対つくんで、いい班にはなし。チートイツの3つだと3200点、積もっても出ても3200点、チートイツの4班だと積もっても出ても6400点、5班以上だと漫画。だからチートイツくんはね、あんまり見慣れない数字だけど、実はめちゃくちゃこいつ親切なの。積もった時と出た時一緒なんだもん、点数が。なんか好きになってきた、チートイツくんのこと。チートイツくんお得、うん、じゃあねるちゃんいきます。問題です。はい。チートイツ赤1ロン、チートイツ赤1ロン、ロン何点ですか？3200点。はい、じゃあツモチートイツ赤1何点ですか？ツモチートイツ赤1 6400、1600、3200。はい、はい、覚えやすいっすね。簡単だね、これは。簡単、これこれは簡単でしょう。ほな、もうトイツ1個あったらチートイツ目指しちゃう。チートイツは点数は簡単だけど上がるのは簡単じゃないからね。なんで上がるのもさ簡単じゃないんだから、もっと高得点にすればいいの。そう、なんかチートイツくんもね、ちょっとだけいじめられててね。普通チートイツドラドラならね、4班だから満貫でいいのに、ちょっといじめられてるんですよ、ね、ちょっとだけ。なんでなんだろうね。うん、まあ、それも理由があるんですけど、その理由はね言ってもしょうがないので、そう、そんな覚える人はないんで、うん、分かった。ちょっともう一回ピンフくんの例いきますか。はい、リーチツモピンフドライチ何点でしょう？ツモピンフドライチ5200点。はい、 OK。 ロンリーチピンフドラドラ何点？ロンリーチピンフドラドラはロンだから8000点。そう、正解。マンガンですね。ツモ、うんうん、った時の4班は5200なんだけど、うん、ロンの時はマンガンになると。ツモった時はかわいそうだけど、そう、ロンの時のは、でもロンの時の方が偉いんだ。うん、ロンの時の方が偉いというか、でも例えばじゃあリーチピンフドラドラ積もったら何点？リーチピンフドラドラ積むだから5200点。そう、これが一番間違いやすいところなんですよ。もう一回指折ってみようか。何個あった？リーチ積むピンフドラだ、5個あるわ、ツモだから8000点。そう、だから別にこれはロンがね優遇されてるわけではなくて、そう、ツモった時のイーハンがちょっと不遇なだけで、はは、うん、だからリーチピンフドラドラはもう絶対ツモったとしても出ても漫画にはなるということですね。なるほどね。これはね結構紛らわしいところ、こういう感じで仕組み分かったらちょっとずつ計算できるようになっていくわけです。確かに、これならいける気がする。そう、今まで全くわからなかったと、雰囲気で私やってましたというのをこれだけでピシッと出せるようになると。じゃあもうプとかいらないのでは。そう、プがねいらないんだけど、うん、じゃあ本当にプはいらないのかと言われると、まあもうしょうがないんだけど、プはいるんだよね、もうマージャンルール上、しかし安心してください、ほとんどこれなんです。プはね、あんまり活躍しないのよ。はあ、じゃあここで一旦ね復習も終わったところで
進んでいきますか。はい。さて、これでもうほぼ終わりなんですけど、はい、ここまで親を無視してきました。ここまで覚えた方、はい、じゃあやっとついに親のことを考えましょう。まだ考えること増えるのみたいにね、ねるちゃんみたいに思うでしょうけど、安心してください。まずツモ上がりの場合、これめちゃくちゃ簡単です。なぜならツモの場合は先ほどまで教えたこの点数で親が払う方をみんなからもらうだけ。見てください、この、まあ、ピンとこない方の例を説明しましょう。子供のツモの場合はイーハン300、500、リャンハン500、1000、サンハン1000、2000って言ってましたね。はいはい。で、親のツモの場合イーハン500オール、つまりね、これ親に払ってる分をみんなからもらうだけ。これも新しいこと覚える必要ないですね。300、500の500オール、500、1000だから1000オール、1000、2000だから2000オール。ちょっと高くなるのがその分なんだ。そう、親は 1.5 倍なんで、みんなから親に払ってた分をもらえるようになると。ああ、そうだね。じゃあやっぱりこの1100点の方じゃなくて300、500の方で覚えておけば、うん、500の方がオールになるだけだってできるの。そう、だからカッコで覚える方が結構おすすめですね。じゃあ次行きましょう。はい。で、親のローン上がりの場合、これもね、子供点数 1.5 倍するだけなんですね。なので子供の点数だけ分かっていれば大体問題ありません。ここは点数表だけ置いておく、自主練習しときましょうと。まあ、とりあえず漫画の方からいきましょう。4から5の方からいきますね。12000、18000、24000、36000、48000、これはもう 1.5 倍した数字なんで、うん、で隣ね、ピンフでもチートイスでもロンの場合、まあ、基本的に 1.5 倍になってるんだけど、うん、悪い子がいるんだよね。これ一つだけ注意点言うと、2000点のところが 1.5 倍した3000点じゃない。なぜか2900になってるんですよね、ここだけ。まあ、これ最初戸惑うと思いますが、また点数くんが変なことしてると思って水に流してください。なんでこんなことするの？1500、3000、6000字ダメなの？ダメらしいんですよ。で、この3班の5800のところが、これで3900からの 1.5 倍だから、なんとなく5800ぐらいになってもいいなと思うんで、こっちはまだ覚えやすいんで、1500、29、5% って覚えましょう。1500、29、5%。泣いてない論の場合、これは泣いてない論だと1300点スタートだったじゃないですか、イーハン。これがまあ700点増えて2000点になると。泣いてないリャンハンの時は2600点だったと。はいはい、2600点の半分は1300だから3900。これもいけると。で、あれ？いやでもこれもね、実はちょっとね、鬱陶しいやつで。はい。あれ？5200の半分は2600だ。足したら7800。そうですよね。77です。覚えてください。77。なんで？これまあなぜかというと、さっき言ったね、50点単位が切り上げになってる関係でなっちゃうんで、700。よく見るこの7700。そう、だからもうなんとなく覚えてください。ふざけてるのよ、これ、本当に。一応まあチートイツの論の場合も書いてますけど、2400、4800、9600、チートイツはね、分かりやすいんですね。1600点の 1.5 倍は800増えるか2400、3200の 1.5 倍は1600増えるか4800、6400の 1.5 倍は3200から増えるから9600。チートイツはね、なんか素直な子なんですね。なんかちゃんとした子ですね。そう、ちゃんとまっすぐ育ってる、うん、うん、ということで、まあ親の場合は 1.5 倍なんですが、で積もった場合はもう分かりやすい。でロンの場合ちょっとだけ意地悪される。まあ大体これぐらいと覚えときゃいいんす。分かりました。はい、じゃあ次行きましょう。はい。さあ、ここまで全て覚えたあなた、はっきり言って点数計算ほぼマスターしたと言っても過言ではありません。もっと言うと、ピンフの時と親の時がちょっとあやふやだっていう方いるじゃないですか。そう、親の時が今のところあやふやです。でもこれは本当に仕組みさえ分かったらすぐ覚えれるので結構クリアしてます。点数計算 OK、 マスター。しかしみんな一つちょっと疑問があることでしょう。はい。結局不計算はどこで使うの？いやもう疑問なんかない、もういいです。ないです、そんなやつは。いないでもあるんです、ということで、はい、そう、このまま終わったら本当に不計算がいらなくなってしまいます。ここまで覚えてきたあなたにだけ、不計算とは何かをお教えしましょう。
まだちょっと思い切ってないよという方は、次のやつはね、まあ流し見するか、最初に戻ってね、もう一回基礎から覚えてみるといいと思います。わかりました。それでは不敬さんとは何ぞや。はい、やりますか。はい。うわー、文字が増えてきましたね。なんだこれ。はい、これチュンチュンチュンとか9万9万9万みたいに。